こんにちは言語家プロデューサーサの岩美です、えー、今回はですねリーダーの方はもちろん営業の方はもちろん、えー、全ての人たちが上手になってほしいなぁと思っているこの傾調テクニックといったもののもう基本的なルールについてしっかりとお伝えしていきたいと思います。えー、ををすするるは営業を制する 傾聴性するものは、えー、部下の信頼を獲得できます。そして、傾聴性するものは恋愛でも成功します。そして、傾聴性するものは子育てでもうまくいきます。そして、傾聴性するものは人間関係がうまくいって信頼を獲得し、そして幸せな人生を送れること間違いなしです。そんな最高の傾聴についてお伝えしていきたいと思います。 でこの軽、ね、長がなぜそれほど圧倒的な人からの信頼を得たりとか人間関係を良くするための力を持っているのかといったところで言うと以前ちょっと素敵な保育園があったので園長先生にお願いして視察をさせていただいたんです。で私がね園長先生とお話をしていると、まあ、子どもたちがね周りをこう遠巻きに見てるんですよ。なんか知らない人間がいるなっていう感じですよね。で、まあ、ある程度お話が済んだぐらいのタイミングで園長先生がね子どもたちがこっちをすごく見てるってことに気づいてこう手を振ったんですよ。 なので私も一緒になってこう手を振ったんですね。すると子どもたちがみんなたー,ーって走ってきて、園長先生とか私に対して一生懸命なんか話しかけてくるんですよ。で、この時に子どもたちが何て言ったのか、皆さん想像つきますかね、私に対して、この人誰って聞く人ほとんどいないんですよ。で、彼らはみんな私に対して、あるいは園長先生に対して、ねえねえねえ、聞いて聞いて聞いて、み見て見て、見てって言うんですよ。 どういういことなのか、ね、子供っていうのはすごく純粋で素直である意味ね本能のまま生きている動物だなんてことを言われたりします。ね、彼らの本能にあるものは自分の話を聞いてほしいあるいは自分のことを見てほしいんですよね。それを何かこう自分がねすごいことができるのを見せたりとかあるいは自分の話をいっぱいすることでこう自分がしっかりとね承認されたいという思いがすごく強いんですよね。なんで私が、ね、それを見たたたりりとととかかか聞いいした後にえすごいねとかってて褒めてあげると って笑って、ね、もっともっと見てもっと見てみたいな感じになってくるんですここれが本本当ににう人間の一番本能的な部分にある部分分あるですつまり私たちはね大人になるとやはりねこういろとかっこつけてしまったりとかいろいろとね理性で抑えているからしなくなるようになっているんですが実はすごく本能的な部分で自分のことを認めてほしい自分の話を聞いてほしい自分のことを見てほしいそんなねすごく強い思いがあったりするんです。 なので、この 相手の話を聞いてあげるというのはその人のすごくね奥に隠れていてでも本当はしてほしいという思いをしっかりとつかみ取って聞いてあげるということができることによって相手のことをししっかりとと、ね、承認ててあげるることができているんだとということなんですね。だからこそ相手はこの傾聴してもらうとその人に対して「あこの人は私の本当に求めていたことをしてくれたんだ」っていうふうに心を許すことができたりとかその人に対してもうその相手のことがね大好きになったりとかすごい 圧倒的なね信頼をするようになるんだっていうふうに言われております。はいまず最初に注目していただきたいのがこの傾聴という漢字です。日本語というかまあ漢字ってすごく便利なもので一文字一文字の漢字を見るだけで意味がありますよね。相手にね耳を傾けている状態これが傾聴だなんてことをよく言われています。でも注目していただきたいのはこの 聞くという感じの方です。当然ね聞くので耳で聞くから耳辺があるんだよなというのは皆さんもい、ね、イメージつくと思います。でも大事なのは「心」というね漢字が入っているんですよ。で例えば「さんずい」のつく漢字っていうのはこれ全部水に関係する漢字なんですよね。そしてもう一つですね「気辺」の漢字というのも「気に関係してるの皆さんねよくご存知だと思います。じゃあこのね、 心が入っている感じっていうのはどういうことなのかっていうと、恋愛であったりとか、私たちのね、感情みたいなところの感もそうですよね、感じること。えー、あるいは怒るとかね、悲しいとか。 そんな感じにも心という感じが入っていたりします。どういうことかというと、つまり私たちの感情がこもっているというのがこの心のつく感じなんです。それがしっかり入っているということなんです。じゃあこの聞くという感じに心が入っているのはどういうことなのかというと、 相手にしっかりと関心を持って耳を傾けるということが、この傾聴という言葉の意味になってくるんです。つまり、この聞くという漢字はただふわっとね。聞こえてくる。もう雑音とか騒音なんかもう聞きたくないのに聞こえてくるものってありますよね。それはただ聞こえてくるだけです。 一方で、一生懸命聞いているってね、英語のテストとかのね、リスニングとかしているとき、私たち一生懸命聞いてますよね。あの、リスンがこの聞くなんですね。もう一方で、Hear という英語もあると思うんですが、あれは門構えの方の聞くです、聞こえてくるというものですね。なので、私たちはこのしっかりと相手に集中して、聞くんだという思いですよね。それを持って、相手に関心を持ちながら聞くということが、この傾聴、すごく大事になってくるということなんです。とということで まあここからね相手に対してのこう質問を、ね、投げかけるなんていうのが傾聴テクニックが実は出てきたりするんですが私は相手に対しての関心をしっかり持っていれば質問なんていうのは自動的に出てきてしまうものだというふうに思っているので質問をあえて、ね、しましょうという言い方はあまりしておりません。 えー、そこにはね実はもう相手に関心を持っているだから質問とといいうのは自然と出てくるよねといった気持ちがありますでもなんかね相手の話をしっかりと聞いているつもりで聞いてるんだけども自分がよく知ってる話なんかが出てきて相手の話してたことに対して自分も知ってるからねまあ多分共感のつもりなのかもしれないんですけども自分がねああだこうだっていうふうに自分の話をその後に引き取ってしてしまうなんてこと皆さんありませんかこれは 相手に関心を持っているんではないんです。どういうことかというと、私の出番がやっと来たということで、私、話したいんですよね。相手の話を持って聞きたいという関心を持って、えその後どうなったのではなくって、あそれ私も知ってるから聞いて聞いて聞いてっていう、私が聞いて上手になってしまっていると思いませんかそうなんです。ななののののででこの相手の話話の中で自分がが知ってていいるる情報が出てくると話したいっていう気持ちになりますよね。 モードに入ってしまって私の話を聞いてっていうモードになってしまっているんです。でもこれは傾聴としてはちょっと違うということですね。もちろんコミュニケーションなのでお互いにねこうボールを投げ合う行ったり来たりするというのは全然 OK で、あそれについて私もしてるからちょっと言いたいね投げるのは大丈夫です。ただその後に相手の話にまたすぐにボールを戻すということがすごくできるかどうかというのが大事なポイントなんですね。 こう自分の出番が来たってわーって喋ってしまって、ね、その後ずっと相手が「そうなんですか」っていうふうに、ね、相手が傾聴してるみたいな状況になってしまうというのでは全く意味がありません、ね、しっかりと相手の話を聞く場だぞといったところを意識してまっ、あ、たね自分の知ってる話で「私も知ってる」っていうね共感をしたいこ,ここでこうで私も言ったんだよっていうねことだけ伝えたらまたすぐ相手にね「えでその先はどうなったの?」っていうふうに続きを流すような質問を投げかけるのもねすごく大事なポイントです。 ということでここから傾聴する時の大事なポイントを5つ説明していきたいと思いますお互いにねこう話をする時にはコミュニケーション一丁目一番地というふうに言われている笑顔で、ね、ししっっかりやりりやままょうといったといたころになります、えー、そして相手のね話を聞く時にはしっかりとね相づちやうなずきといったものあなたの話をね理解してますよちゃんと聞いてますよというサインをあげてください ね、この笑顔、愛すなずきを与えることによって、しっかりとね、相手が安心できるようになります。あ聞いてくれてるな、あ私の内容大丈夫だなというね、相手に安心感を与える、心理的安全性を与えるみたいな、そんなポイントになってます。そして3つ目ですね、先ほどお伝えした通りね、自分の知ってる話が、ね、出てきたらね、つい自分の話をしたくなってしまうということがあると思うんですが、まずはね、最後まで相手の話を聞いてくださいといったところですね。そして で、こここここでで大事なポイントがこの NG とといったところです。これは相手の「ね、そのなん,ん?」かんとかね「ね、あれ?」とか「えそれダメじゃない?」とかね思ってしまったことがあったとしてもそのね思ってしまうことは皆さんの感情なのでそれは全く構いませんただそれをいきなりね「それダメだよ」とか「違うよ」とかねえ「そんなのおかしくない?」みたいな感じで否定をするのはちょっと待ってくださいねといったとこなんですね。えまずは あなたはそういう風に思ったんだ。みたいなところをしっかりと受け止めるということをお願いします。で、これね。心理的安全性のところでもお話しましたが、何でもかんでもいいね。いいね。という風に聞けということではないということです。あくまでも相手の考えを一旦受け止める。そこだけで大丈夫です。で、自分の意見が違う場合はうん。私は違うなというのを後でね。しっかりとお伝えしていただければ大丈夫です。 ので、えーね、自分の言ったことを隠したままあなたの意見に納得したふりをして後でねなんかそんなの嫌だよとかって思ったりとかね誰かになんかおかしくないっていうふうに言うというのはある意味ねちょっとこうその場で言わないっていうので卑怯な、ね、やり方になってしまうのでそうではなくてね一旦聞くそしてその上で、うん、私はこんなふうに思ってるんだよねなんか違うよねみたいな感じでね話していただけるといいのかなと思います。 そして最後感情フィードバックというのをしてくださいといったところなんですけれども、えー、この感情フィードバックというのが実はすごく大事です。この人の人思いいが入っているんだというのを相手が感じてくれるんですね。そうするとあなんかすごく心をねくれてるんだといったところで相手が嬉しく思ったりとか一生懸命聞いてくれたんだということが相手に伝わるようになります。例えばね 昨日ディズニーランド行ってきたんだって言われたことに対してあそうなんだってうなずくことも当然できますでもそれがえー、ディズニーランド行ってきたのうらやましいこれ感情入ってますよねうらやましいって言われたらなんかちょっとやっぱ誇らしい気持ちになりますよねあるいはねこのディズニーランドになんか娘と行ってきたんだよみたいな話をしたらあ娘さんと行ったんですねへえこれ普通のリアクションですよねそうじゃなくてえ 娘さんと行ったんですかえ、すごい仲いいんですね。これ私の感想ですよね。そうすると、あ、そうに思ってもらえるんだというふうに相手は嬉しく感じたりとか、それってすごい素敵な出来事として捉えてもらえるんだということが分かったりしますよね。そうしてやっぱ相手はすごく嬉しいといったところがあります。もちろんね、これ感情なので様々な感情があります。こう今ね、ポジティブな感情ばかりお伝えしましたが、そうではなくて、うわ怖ーとかキモとかね、あるいはなんか、うわ嫌だな。 みたたいな感感じののそれぞれぞ情があったりしますでやはりねこの時にネガティブな感情を伝えてしまうと相手はなんかあ相手に嫌な感情を思わせてしまったんだなというふうに相手が萎縮してしまう可能性があるので当然この感情フィードバックといったところではポジティブな、ね、感情の方をお伝えしてほしいといったところがあります。 もちろんね、相手がこちらをびっくりさせようと思って,てるときにはう,うわびっくりしたーみたいな感じの感情だったりとかなんかうわそれ怖いですねーみたいな感じの怖がるみたいなところは相手がね何を求めているのかっていったところに自分の感情を合わせて相手の予想通りの感情をしたんだよみたいなところを伝えられたらそれはそれですごく OK だと思います。こう相手がね、ね、大ししたたこことととななないいいいよみたいな話をしててるににも、そそ、ね、それれれえ、っすすごいことじゃないですかとか、それって私 私にととってはすすごいことなんですよみたいなところで相手にとっては全然大したことがない出来事だったとしてもそれは私みたいな人間からしたらすごく羨ましいことなんですとか私にとってはものすごく大きな驚きを持って感じることなんですよみたいなところであくまでもこの感情というのは私の主観です。 なので、この私の主観としてこうに思ったんだというのは、相手に否定される必要ないんです。いや、そんなこと大したことないんだよって言っても、いや、私はそれをすごいと思ったんですということなので、それはしっかりとね、私の気持ちですということで、相手にプレゼントすることができるんです。で、相手にね、関心、心を寄せているからこそ、いろんなことに対して心で反応してしまうといったところも、実は出てくるんですね。なので、この感情フィードバック、相手に関心を持つ、そして、相手に対して心で答えるということが、この感情フィードバック。 フィードバックになるるんだだととと、いいいうところを覚えておいておいただけるとすごくねこの傾聴のやり方というのがとてもね上手にできるようになるかと思います。ということで是非ですねこうビジネスにおいてであればたくさんの信頼を勝ち取り、ね、素晴らしい人間関係をね構築していくそんな、ね、手法として使っていっていただきたいと思います。 これからも皆さんのビジネスヒントであったりとか人間関係が良くなるようなねやり方みたいなところを言語化してお伝えしていきたいと思いますよかったなと思ったら高評価ボタンあるいはコメントチャンネル登録して次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです最後までご視聴ありがとうございました